皆さん、こんにちは。はい、ドラゴンズの応援歌がね、発表されまして、もう2日経ちましたけれども、まあもうね、2日でなんとトランペットをもう吹けるようになってきた、ミスター会長でございます。こんばんは。もっと大きく挨拶。もっと大きいね。皆さん、こんばんは。ウェーイ。まあこのリフレクトスタジオさんでね、やってるんですけれども、まあ、まずですね、上林選手から、行きたいと思いますんで、それ上林だってほら、それ、せいや、せいや、どうだ、もう一度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 、だってほら、はい、次中島行きまーす。それ中島だってほら、それ福永シンクレビューを取り入れ、流行る世を縛れ、攻撃流れ、世界で自分が広がれ、勝たせ福永シンクレビューを取り入れ、流行る世を縛れ、攻撃流れ、世界で自分が広がれ、勝たせ福永。歌ってほら、それ村松と乗り切れこう、我らと行こうぜ、やったっけ、我らと未来へに仕掛けろ、宇佐美行きますよ、宇佐美行きます、それ宇佐美歌ってほら、トランペット、アカペラ、トランペット、OK、そうあれ、無理だ、ありがとうございます。
しに未だなかった一筋の光を明けを告げる。ユタットフラップ。はい、じゃあ、会長お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、これ、まあ、上がってる以上に、動画をね、かなり撮ったんですけれども、まあ、最後ですね、燃えよドラゴンズをね、歌って、主演でいきたいなっていうふうに思いますんで、はい、じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、開幕戦、神宮球場想定していきますよ。はい。はい。それおいおいおい、ユタットフラップ。かしこまんで言ってよ。緊張しすぎなんですよ、緊張、ほんまに。緊張しないけどね。まあ今日2月の2日で、もう開幕までね、まあ2ヶ月ぐらいっていうところを迎えまして、まあ中田選手がね、入ってきてくれたんで、まあ会場も僕もほんまにこれ、2つともね、昨日に買ってきまして、タオルも買ってきました。はい。まあやっぱ今年にやっぱかける思いっていうのは、まあその中田選手もそうですけど、やっぱドラゴンズ、辰巳監督もまあ違うとは思います。で、まあその中でまあ僕らもね、とにかく勝ちにこだわるっていうところをね、やってね、応援していきたいなっていうふうに思いますんで、とりあえずちょっと会長から、今年はまあ俺は面白くなるというふうに言ってましたんで、まあちょっと締めの挨拶ということで、まあちょっと面白いことをですね、1分間スピーチしていただこうかなというふうに思います。まあまだキャンペーンしたばっかなので、はい、面白いことは、ないですけど、はい、やっぱりファンの人が選手に一番気持ち届けるのはこの応援歌だと思うので、はい、まあ今日こうやってちょっとまだ発表されて2日間なので、はい、まあ、クオリティ的にはそんな高くないですけど、いや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 、まあ、こうやってそうやった、ユタット村の投稿を通じてまた皆さん応援歌を覚えてもらって、うん、オープン戦そして開幕戦には皆さん全部覚えて、やっぱり 100% の大きな声出してチームを少しでも勝ちに近づけるように皆さんで応援できるように、この動画をたくさん見て応援歌を覚えてください。やめさん拍手。自分でするな。まあということでね、やっぱまあ2日目で、まあ会長もね、まあほんまにこうやってまあトランペットやってくれて、まあやっぱ2日でこの覚えるっていう、まあ2日っていうかそもそもまあ1日なんですけど、1日でまあ覚えるってまあすごい大変なことだと思うんですけど、まあそれをね、やっていただいたんで、まあほんまに今日感謝しますありがとうございます。ちゃんとこう整理して、はい、ありがとうございます。多分ね、また半ばか3月ぐらいには、はい、村長の開幕スタメン1球があると思うので、まあ、まあまあまあ、そのね、2月3月ぐらいに、まあちょっとや、その開幕スタメンをね、やっていこうかなというふうに思いますんで、まあこの間ね、B モレルさんの動画でやった時みたいに、まあさあ今で払ってもうないんで。もうないんで、はい、ちょっと豪華になるんで、はい。これでいきますよ。ちゃんとトランペットのクオリティも、今回より高くやれるように、はい、ちょっと頑張りたいので、はい。頑張っていきましょう。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。